バディダディズの話をします。神様になった日の監督、東京24区のシナリオライター、2人の記載が関わったバディダディズは、第1話見た限り恐ろしいほど面白くなかったです。はい、 C ランクですね。 Z 級はもうネガティブイメージをまき散らしたり、もう大多数に不快感を与えたり、アンチを喜ばせるだけの作品で、 Z ランクはもう見るなって言いたいんですが、まあ、C ランクはまあ人によっては好きかもしれないけど、個人的には見なくていいって思ってます。うん、まあそれ以上のやつは見てほしいけど、これは見なくていいなって。バディダリーズのあらすじを言うと、子育て暗殺者の男2人が、まあ、ロリを拾うっていう、まあ、それはあの男2人が殺したなんかギャングっぽいやつの娘なんだけど、まあ、スパイファミリーのパクリっぽいけど、その表面的な部分しかさらってないって感じですね。女の子のミリを A パートで出してこない1話の構成はまあひでえなと思いました。うん、まあ個人的な持論なんだけど、まあ、じゃあヒロインになるキャラを序盤にちゃんと出して、まあ、これがちゃんと主人公とイチャイチャするんだっていうことを、まあ、見せてこない作品はなんかダメっぽいと感じてます。このあたり、そのミリちゃんも何か特殊能力を持ってるわけでも、まあ今1話ではそういう伏線とかないんですよね。まあ、周囲を振り回す系のただのリアル系ガキンチョっていうか、まあ、そこら辺結構きついなっていう、いやそうはならんやろってしか、うん、まあアーニャ・ホージャーの完成度の高さを思い出しますね。アーニャは独身チートがあるけど、割とアーニャ目線で語られることも多いですから、まあ、そのチート能力も犬のボンドと読者視聴者にしかわからないっていうのがまあいいところで、まあアーニャもガキっぽいけど、でもちゃんと有事の時には友達や父母を助けるために勇気の一歩を踏み出せるのがアーニャなんだよね。何よりロイドも夜もアーニャもあのお互いの正体を気づいてないからこそ家族ごっこやれるっていう、そういうところもあるから、バディダリーズはそこら辺なんか素性についてはお互い知り尽くしてる感じで、まあその辺なんか逆に面白くないなって思う。っていうかスパイファミリーの完成度の高さについて全く理解できてない人が書いた脚本だと思ってます。うん、表面的なところしかパクってなくて、なんかダメな、そういう肝心なところは何にも分析できてないなっていう、取り入れられてないって言いますか。バディダリーズを一言で言うんだったら、とっちらかりですね。1話、まあこれはずっと変わんないと思います。男主人公も2人いるのでとっちらかってんだよね。あと、まあ、最初のイメージとしてチンピラっぽいのが良くないです。うん、バディダリーズはやっぱこう最初にこう親キャラ2人を一気に掘り下げるから、まあ、どっちがどっちなのか分かんないし、もう視点をどちらに置けばいいのか分かんないんだよね。 PA ワークつながりだと秋葉メイド戦争も1話わけ分かんなかったけど、あれはナゴミっていうあの主人公の掘り下げはしっかりやってたし、こうもともとただの一般人仇だったラゴミが、まあ、反社の世界に入っちゃったっていう、そこら辺のところはちゃんと見せてたから、まあ、ランコの過去の因縁とかも最初わけわかんないけど、後でちゃんと回収しますしね。バディダディズは、まあ、男主人公を2人出してどっちに焦点を向けばいいのかわからない以上、上にロリヒロインも後半でいきなり出てきて、そうはならんやろ的な展開で懐いてくんだけど、その割にキャバクラの女友達サブキャラは早いうちに出してきて、あ、これ東京24区だわってなる。うん、まだわちゃわちゃしてる。このわちゃわちゃっていうのも、良いわちゃわちゃと悪いわちゃわちゃがあって、これは悪いわちゃわちゃ。よく知らない人たちのわちゃわちゃはなんか見ても面白くないんだよ。あとまあ、アクションシーンも低コストですね。うん、だからここ半年ぐらいはやっぱり、リコリス・リコイルや秋葉メイド戦争っていう、あ、銃撃戦は結構しっかりやってたアニメもあるし、第1話でパーティーでバトルするってなるとエンゲージキスもあったけど、あれも戦闘シーンはめちゃくちゃ良かったと思うから、スパイファミリーに関してもテニスに関してはかなり無駄にすげえ作画でしたからね。こうバディダリーズはこう作画面でもなんかあんまり気が入ってないなと思う。うん、これはじゃあ見どころないじゃんって言うとそうだよ。うん、バディダリーズ1話の感想としては、劣化東京24区2期ですね。僕実は東京24区そんな嫌いじゃないんですが、あれはただクロバワークスさんが好きだからっていう制作会社的な理由が大きいです。そして2022年クロバワークスの汚点は東京24区だけだっていう人もいるけど、納得です。というか2022年のクロバワークスアニメで一番ダメだなと思うのは東京24区です。ボザロも1話2話は正直まあ当初きついなと思ったけど、あれは今見るとちゃんと後藤の成長は書いてるし、まあ、なんだかんだニジカと山田と店長は、まあ、最初から後藤に優しかったっていうのはまああるからね。
まあ単純にボザロは北が入ってから本番ってところあると思うけど、まあボザロはあの上積みの方だからいいです。バディダリーズはボザロみたいに上がってくる未来が見えません。はい、っていうかボザロの1話2話は、まあ、後藤一人のキャラ付けを、まあ、に徹底してたからこそのあれなんで、それでもそれだけで後藤の成長は書かれてたけどね、序盤から。まあとまあ、東京24区の話すると、あれ当時からアケビちゃんとキセコイと混ぜるなっていう暗黙の了解があったアニメで、もうなんかこう空気アニメだったんだよね。うん、バディダリーズも多分盛り上がらない空気アニメとして終わるんじゃないかなと思います。ヒットした作品から良い部分を模倣してないんですよ。うん、差別化も考えてない。まあ、バディダリーズは多分このまま空気で終わると思います。はい。うん。木のひなさんはとんでもスキルでスライムのスイッチャーをやるので、まあそっちに期待してます。はい。あと、チキチキチャンネルの動画、あと一本見ていただければ幸いです。以上です。